市役所西バス低黒松くん用車両さつきちゃん用車両33バスとは愛知県三好市が運営するコミュニティバスである33バスの3は三好の3と太陽の3そして他人の名前を呼ぶときに名前の下につける3から35人乗りの小型バスで運行している出入り口に段差のないノンステップバスを採用している担当車両は 日の、ポンチョのロングボディ。緑ナンバーの旅客事業用バスでありながら全車両でオートマチック車を導入しており、これは全国の路線バスでも珍しい。マニカなどの交通系、IC カードは利用できない。また、2020年9月から2021年2月28日まで、交流路線のみで、ワオン、ナナコ、楽天ウェリ、ID での運賃の支払いの試験運用を、 実施していた。各路線3台ずつ、合計6台で運行されている。運行されている各路線に対して、個性的な愛称が付けられている。三好市役所、三好市民病院、豊田厚病院には、三好市産産バス1情報提供サービスによるモニターが設置されており、また、スマホなどからも現在バスがどの区間を走っているか、また、 到着時間はどれくらいかが表示されるサイトも設置されている。黒松くんの終点名地下公民館から高岡、ふれあいバス路線に位置に乗り継ぎが可能。現在2路線が運行されている。市中央部にある三好公園の西側を経由して、市北部にある名鉄豊田線、黒笹駅と市南東部にある名地下公民館を結ぶ路線。 運行距離は2 6 8トル市中央部にある三好池の東側を経由して、市北部にある黒笹駅と市南西部にある福田自動館を結ぶ路線。運行距離は2 7 0トル路線が敷かれていない地域のために、バス停留所までの移動用の乗り合いタクシーが運行されている。乗り合いタクシーの乗り場は市内に17カ所設置。 そこからもより、または近くにある施設前などにあるバス停留所の間などの決められた区間を移動することができる。三々バスと乗り継いだ場合、タクシーかバスのどちらかで100円支払うことになっている。ありがとうございます。